1961年のジャイアンツ投手陣。中村稔、17勝10敗、防御率 2.13。 伊藤義明、13勝6敗、防御率 2.11。 藤田元志、8勝13敗、防御率 2.74。 堀本律雄、11勝12敗、防御率 3.10。山崎正幸、9勝5敗、防御率 2.17。 堀内翔、5勝2敗、防御率 3.04。 この年から監督が川上哲治となり、71勝53敗6分けでリーグ優勝、日本シリーズでも4勝2敗で南海を下し日本一となりました。